おつまみ絶品選手権。おれよ。どうも皆さん、のせと、ある人、はい、どうも、もちです。はい、ということでね、簡単にね、ご説明しますと、はい、基本的にルールとしてはですね、おつまみと、あと主食、この主食とおつまみだけで新しい料理をね、作っていこうという企画でございます。ほうほうほうそう。でもかきピーを砕いたやつをふりかけにしてご飯にかけるみたいな。そう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 。あ、今回、ミレニアムとまた新世紀にね分かれまして、ちょっと対決形式で競っていこうと思います。はい、はい、ということで今回はおつまみ絶品選手権やっていきます。やっていきましょう。おー、いただきます。はい、できました。はい、どうぞ。せーの。はい、ということでミレニアムですね。今回私たちは丼を作っていきます。まあ、まずねまあ丼だからそりゃそうだな。そう。そしてチーズ、みんな大好きチーズ、美味しいよーということでね、ガキの手であるよー。ダメー、みんな大好きガルパス、ガルパス。まあ、これを寒天に刻みまして全てをまあふりかけみたいにすると。でもただ終わる俺らじゃねえということで、最後秘密兵器クリームチーズということでね、これでどうするんですかこれ。これをまあ湯煎かなんかしてチーズソースに、おー、これを最後にぶっかけてまあリゾットみたいなのを作る予定でございます。はい、ではお湯がね沸ける間にこいつを一口サイズに切っていこうと思います。そろそろいいんじゃねえか。少なくね。文句言うな。こういうパターンだったっけ。俺小袋になってると思った。遊べる年の桁、また起き上がれるよ。ちなみにですね、湯煎の様子を映しますと、まあ、こんな感じでお湯を張りまして、そこにボールを浮かべてチーズをぶち込んでるっていう状態ですね。これをね、まあ最後にかけるのでゆっくり湯煎やっていきましょうということでね、これはまた後で。はい、じゃあご飯をねこちらに移しまして、まずサラミをトッピングしていきましょう。もうそんな感じなんね。プレー。はい、こういう感じですね。入れます。そして同時にですね、このチーズちゃんもビニール袋に入れて砕いていきます。どうぞ。いいよ。でこれを砕いたものを振りかけます。おいしそうね。やっぱ多かったよ。これがいつも多い。かけるか、まあ、かけよう。あちゃ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 。それは使っていいの？胡椒がそっか。オッケー、オッケー、オッケー、そんな話。新崎チームでーす。はい、新崎チームでーす。今回僕はね、ちょっと全く関与していないので、もっちくんの方から説明がありますので、はい、お願いします。はい。まあ、僕たちのコンセプトといたしましては、まあ、簡単に作れて、なおかつうまいものを作りたいという当たり前のコンセプトでやっていこうと思います。そんな改めて発表するまでもないようなコンセプトですね。はい、ということでもう早速具材を紹介していきたいと思います。まあ、まずおつまみからねいきたいと思います。フィッシュアーモンド。へえ、フィッシュアーモンド。まあ、よくあれね、小学校の頃とかによく出たね。2つ目、貝ひもってわかる？わかるよ。ガチのお母さんが好き。ガチのおつまみって感じのやつね。3つ目、ビーフジャーキー。おー、好き。まあ、シンプルで、4つ目、まあ、シンプルサキイカ。お、結構あるね。まあ、おつまみはこの4つかな。おー、で、まあ、大元になるものをこれから紹介していこうと思うんですけど、うん、いかにこれをメインにするかって。そうですね。まあ、まず、モッツァレラチーズ。おー、来たー、神の食材。これはまあ、多分だけど、わかんないけど酒にも合うよね。多分ね。ワインとか飲んでる。そうなんですよ。想像ですけど、うん、そして、まあ、こっち出していいかな先に。はい、トマトソース。あー、もう来ました。もう、ね、はい、もうこれでね分かった方いると思いますよ、もうね。はい、まあ、今回作るものは、はい、まあ、ピザですね。うまそう。これは絶対美味しくて、うん、乗せるだけだから簡単だと思うんですよ。持ってきましたよ、皿を。はい、初めてこんなん使うわ。マジ？人生で。うわ、なんかさ、給食の時に出るナン、あー、美味しくないな。まあ、美味しくないナンね。で、ピザクラストにピザソースをスプーンの上にタレを塗ります。これね。うん。で、お好みの具材をトッピング。はい。
簡単、簡単なんですよ。入れまーす。どうぞ。どんなもん、どんぐらい入れればいいの。たっぷりいった方がよくない？わからん。多くない？それはこれ多い？これ伸ばせばいいじゃん。いいんじゃない、先イカから。意外と少ない、先イカ。全部いく？全部いっちゃっていいんじゃない、少ないんじゃない。アーモンドフィッシュ、これはね、結構いい感じに散らばると思うんですよ。なんか何とも言えんの、もしかしてめっちゃ具だくさん。説ある。めちゃめちゃ入ってるもんね。回避もちょっと、ちょっと一個食べてよ。ちょっとでいいから。マジで、柔らかめのプラスチックみたい。そう、美味しくはない。これは美味しいと思うんですよ。あ、間違いない。少な。本当だ、思ったより少ない。じゃあチーズ入れてください。いいですか。いい、はい。だからボトってなっちゃう気がする。なんかベタベタ、カチカチじゃない、なんか臭い。チーズ特有の匂いがする。あ、安いチーズ特有の匂い。こんなもんでいいかな。うん、じゃあオーブントースターいきますか。はい、いきますよ。はい、慎重にな。いいぞ。はい、どんぐらい。 10分ぐらいで待ちます。待ちですね。できました。はい、はい、どうぞ。せーの、ボン。こちらでーす。おー、おー。では、こちらから。はい、こちらはですね、丼です。でも丼なんですけれども、まあ、リゾットですね。くせーよ今のところ。これをね、まあぐちゃぐちゃにしてリゾットみたいにするともう美味しいんじゃねーの。はい、はい、なるほどなるほど。食感とかもね、絶対いいはずだからね。僕らはピザです。すごいですね、見て分かる通り。はい、はい、入れたものの紹介といたしましては、はい、まずサキイカ、うん、そしてここにあるビーフジャーキー、うん、あ、アーモンドフィッシュ、あの貝ひもの4つと、はい、そしてチーズとピザソースって感じですね。なるほど。じゃあ食べましょうか。おい、そっちから行く。そうっすね。お前ら食ったの。いや、まだ食ってない。お前らから食っていいよ。え、どういうこと。別にこれは絶品だし、なんなら自分のチームのうまいと思ってるんだから別にいいじゃん。まあまあ、もう別にいいっすよ。そう、じゃあまずくせえんだよな、マジで。じゃあこちらはね、混ぜていきます。カチカチじゃん、ご飯。ご飯ほぐせよ、せめて。腹水でいい。もういいんじゃないですか。もういいよ、頑張って食べようぜ、あとは。頑張って食べてやんだよ。頑張る前提じゃねえか。もういいじゃん、これ。いただきまーす。それがね、キモい。キモいな。はい、活量。いただきまーす。なんか吐きそうになる部分があって、最初うん、気持ち悪いっていうのが来るんだけど、うん、その正体を掴むと美味しい。おお、そういうこと。美味しい、いただきました。美味しい。正体を掴むとそこだけね、でも全体としてはもうゴミだよ。はーい、いただきまーす。リゾットだから。分かる、言いたいこと俺も。マジな。なんかね、パーツパーツは全部美味しいのに全部まずくなってる。これどっち考案。まあ、どっちだと思う。のせ。ちょっと俺ものせだと思う。俺ものせだと思う。のせです。声ちっちゃかったな今。こっちは絶対ないから、こっち行こう。いただきます。いただきまーす。いただきまーす。うわうわうわ、なんだこれ。うわうわ、なんだこれ。なんかイカ酸っぱい。なあ、そんな酸っぱい、甘じょっぱい感じがする。え、まあまあ高いハードルがだいぶ下回ったの。だったらどっこいどっこいまであるよ。それはない。いや、いや、こっちの方が美味しい。いや、それはいいよ。結論。はい。おつまみで一品を作ることは不可能です。ストレートすぎな結論。